皆さんこんにちは、 AKB48 です。この度ソフトバンクのウェブ番組アーティストプッシュプッシュのゲストに呼んでいただきました。イエーイ。こう歌詞の中には歴代の楽曲の名前とか歌詞も盛り込まれていたり、ダンスではね初めてロックダンスにも挑戦して新たな AKB が見られる、そんな曲になっていると思います。1年半ぶりのニューシングルということでめちゃめちゃ気合入ってますし、ここで新しいね私たちもしっかり見せて、すっごいダンスナンバーになってるので、 AKB48 ってこんなに踊れるんだとか、こんなにかっこいいんだって思ってもらえるように私たち精一杯頑張ったので、ぜひそういうところにも注目してほしいなと思います。激しいダンスをまずそうどえらいダンスって取り上げられてたりとかしていて、難しい点はですね、普段私たちがやってるダンスとは全く違うジャンルなんです。だから本当に一からみんなで作り上げた感じで、先生にもたくさん指導していただきながらやったので、難しい点はまずウィッチウェイですかね、サビ の足を上げてる印象的な振りがやっぱ一番難しくて一番練習してました。毎日3時間をマスターにやりました。もう1ヶ月ぐらいずっと続けてました。まずはすごくびっくりしたんですけど、このダンスナンバーで選んでいただいたということで、私はすごいダンスが得意だって言い続けてきて、ここで初選抜だったので、私がこのいることによってなんか少しでも一体感だったり何かを見せれたらなと思って、この曲はもうしっかり頑張らなきゃと思って頑張りました。まずなんか初選抜っていうメンバーがやっぱ AKB メンバーだけになると一気に増えて、みんなにチャンスがその回ってくるようになったのがすごく嬉しいなって思ったし、48グループのなんか代表が集まった AKB48 の楽曲もそれなりにかっこいいし素敵だったんですけど、 AKB だけっていうだけでよりなんかみんなにチャンスが回るのがすごい素敵だなって私は思いました。でも私がこう韓国に行って学んだことの一つとして、こうたくさん練習時間を設けるっていう、それたくさん練習したことによってこうパフォーマンスのこう質が上がるっていうのを学んだので、今回ネモハムルーマーの準備期間もこうたくさん毎日時間をかけて、でみんなで意見を交換したりしながらこう練習していけたと思うので、 AKB48 全体のパフォーマンス力だったり、みんなとの絆もすごく深まったし、そういう面ではパワーアップできたんじゃないかなと思います、うん、劇場でハート型とか作ったんですよ、うん、私的には踊ってるメンバーをどんな角度からも見れて、あれ、そう実際目の前にメンバー出したらそこを360度回っても映ったりするんです、うん、そういうところがすごく楽しくて、私も撮影したいってずっと思ってたんで、今回の撮影楽しかったです。お二人一緒に撮った？そう、一緒に撮りました。隣で向き分かんなくなっちゃう時とかありましたね。そうね、こう、うん、4人くらいで、私たちは4人で撮ったんですけど、うん、その移動のタイミングとかもね、みんなとか合わせて撮ったんですけど、円になって踊ったのが初めてだったので、ね、あれみたいな、分かんなくなったりしたんですけど、でもこうめちゃめちゃ頑張って、踊ったのでいっぱい見てほしいなと思います。いや、これはまあ見ていただいてじゃないですか、大事です。これはここではねちょっと見れないので。そんななんか可愛いことやったんですか？私何言ったっけ、はい、私ヨコちゃんの見ちゃったな。そうだ、私は地元が青森で、すごい津軽弁っていう訛りがすごくあるので、その津軽弁の早口言葉が言えるんですよっていう秘密をそこで披露言ったのね。はい、披露したので、ぜひそれをね、楽しみに。ちょっと。あ、でも何言ったか。そうそう、詳しくは知らないから。はい。面白かったです。詳しいね、訛りについては、はい、ぜひアーティスト写真にスマホをかざして、はいはい、私たちの秘密も、ねはい、あるので、ぜひ覗いてみていただけたらと思います。はい
自分の推しメン2人いたら、うん、2人並べてみるのもできるもんね。そうだよね、うん、そうやって遊んでもらえたら、ね、そうだよね、うん、しかも音楽番組とかだとポジションが決まってるけどさ、そうだね、こう好きなメンバーをさ合わせてもらえる、しっかりじっくり見れるっていうのが、うんね、すごいいいよね。え、私いるいる、おお、私はなるちゃんが先生に褒められてたんですよ。確かに。だからちょっとなるちゃんと私を並べて、ちょっとどこが違うのかとか改善点を言えたら、あいいね、ね何が違うかなとかって、誰を並べてみたいか、うん、もう自分でもいいんだよ。そう自分だけでも。そうですね、私はもう私だけで逆に見てみたい全部よこちゃん全部自分で全部よこちゃんで、そのぐらいで、ね、同じ子2人が無理ですか。じゃあもう画面いっぱいに、画面いっぱいに、うん、画面ゆいでぜひ見ていただきたいなと思います。はい、もうあるんですか。やだ。でもなんかこの時はさ、うん、一人一人だからなんかすごいオリジナルで結構遊んじゃった。いや、そうだね、私も結構遊んじゃった。あー、かわいい。え、サビがやだ。いっぱい踊ったから、ね、いっぱい踊ったね、この日ね。真剣にじゃね、本当にこれあ、すごい。どう、すごい、やすかばーって頑張れ、あ、頑張れ自分頑張れ、そう、自分もお省エネモードになってきちゃった。9月29日に発売になる、ネムハムルマ、ぜひたくさん聴いてください。5G ラボの VR スクエアでは AKB48 の公演が生配信とアーカイブで見ることができます。他にも VR ならではのコンテンツをたくさん配信しています。AKB48 プラスチャンネルをチェックしてください。そして 5G ラボでの映像も皆さんたくさん見てください。よろしくお願いします。以上、AKB48 でした。走れ、超やかジーズのラジオ。